影響力を及ぼしてくるので、まあ、そこを止めるような結果にしてきましたねさあエースゲーミングボーナスタイムは使っていますがさあここは冷静にンを選んでいくところでしょうじっくり頭を使わず悩ましてちょっと悩んでさあしかし変わらずですね再確認してからバロン、まあ、やはりここバロンはかなり今回さらにランスもいなくなってしまったのでなおさら相手を捕まえるということを考えた時に、まあ、バロンが まあ一番嫌かなという選択は非常にいいと思いますねそしてケストレルに対してもグリマーショットの射程の外側から通常攻撃でとんでもないバーストを出してくるので、まあ、後半強くな、まあ、中盤から後半まで伸びてくるケストレル以上に後半伸びるバロンを消すという選択にしましたがさあここ先ほどブラックフェザーの選択になりましたがですね、まあ、やはりフレックスなねエピックはしていくべきだとは思うんですがただ今,まあ今まで通りブラックフェザーだとね ちょっと難しいですよねサムエルも相手はいるのでとここはサムエルを先にあらかじめピックということで、まあ、ランスをバンしたのでサムエル取り上げる気かなとは思ってましたがやはりそうしてさキャプテングレイブだキャプテングレイブに対してそしてクリスタルブラックフェザーでしょうかね、まあ、サムエルを見た瞬間に多狭選手ものすごい勢いで考えたんでしょうねこの飛び込む構成を決めてきましたねジャングラーキャプテンは飛び込みそして後ろから悠々とケストレルがダメージを出す構成にしてきたので。 GG ニュータイプセカンド、これを受けきるダブルレンジにするのか、反撃を考えて、えー、キャリーにメレ、えーを持ってくるのかですが、ちょっと持ってこれるメレーがいないんじゃないかそうですか、ね、グレーブブラックフェザーなどもいない中ですので、これは完全にレーンでのキャリー、キャリーでのメレー運用というものを潰しつつ、攻撃的なピックというのを。 エースは取ってきたのでそうです、ね、短い時間ではありましたがよく考えられたピックになっていますさあここはボックスなどを選ぶしか選択肢は残っていないかさあここは選んだのはボックスという形になりましたピックとしては悪くないと思います全然悪いピックではないのであと残すことといえばもうとにかく、えー、プレー のの中でこのダブルレンジ構成を生かした中盤からの押し込みというところを決めれれば GG に対してセカンド勝てると思うのであとプレー、この後のの試合の中っていうのを楽しみに見たいいかなと思いますね,ね構成だけ見たらねお互い落ち着いたようなピックという形になっていますのでやはりねここは。 まあ、そのサムエルがね、しっかり中盤で存在感を出し切れるかどうかっていうところが注目のポイントになりそうですね。まあ、落ち着いたファーミングにはなるんですけれども、キャプテン同士の戦い、ライラグレイブに関しては、攻撃的なキャリーがあ、キャプテンが2枚並んでるので、そこには注意をして、 え見ていきたいですかねさあ試合スタートですというところでさあブルーサイドがエースゲーミングで試合の方3試合目スタートしておりますやはりこのエーススコッサが操るグレーブでえー何度もガンクを決められてしまうとねそれによって試合崩されかねませんこのスコッサに対するえ対策というものが求められる GG ニュータイプセカンドまずこのレベル1ですよねおっとっそのまま上に行きますかスーパーセルただこれ上から来るかもしれないという読みだったようですねたただそうでですね3人見えたのでここで でまあ相手の場所は把握できたぞとさあ,あ<ー>そしてゴールドを吸収しないようにスーパーセルは離れて、えー、上に上がっていくような形これで経験値レベルをしっかりとキャリージャングラーが分け合,った、えー、分け合う,うファーミングのスタートを選択してきてそういう形になりましたねさあケストレルを使ってる時はやはり序盤しっかり攻めるというようなところは徹底していますねまたしてもここはエルダープラス、えー、トレントをしっかり借り切ったのはエースゲーミング 対する GG ニュータイムセカンドは先にえ一瞬で上に上がってというようなところですうーんそしてプッシュプッシュという形をとってますがただそんなに押し込みにはいかないですね比較的ファーミングはする形になりそうですかね、うんまあ、まだパルスだけですからそこまで 早くはないか、うん、ただ、そのスーパーセリフー選手もここプッシュ手伝ってもいい場面あ,あーなるほど確かにそうですねただ、プッシュは手伝わずにしっかりとあむしろ相手が上がってくるのを確認する動きにしていたということを考えるとプッシュを押し込んでこのミニオンのウェーブのラインが前に行ってガンクを食らうよりかは若干、き目に引き目に。 ムををしてガンクは受けなないいよような形を取りた前には押し込みすぎずというところ、まあ、しっかりラインを徹底しているというところですかねうんそしてタサ選手しっかり1人でショップ横を借りつつそしてエルダートレントも手をかけるこれは非常に動きです、ね、さあフリーで、まあ、周回のズレというものが起こっていますからここは悠々とエースゲーミングエルダートレントを買っていますそしてかなりブラックエイザーバフされたことによって ちょっとその南選手、サメル、非常に序盤が強力なキャラクターではあるんですけど、ワンオンワンはあんまりしたくないかなと、やはりこの強化体力、オンポイントの強化体力によってダメージを吸収されてしまって、ダメージ負けするので。 あんまりサメルとしてはぶつかり合いたくないということでもうエルダーは明け渡す選択にしてそうですねうん一度力づかれてしまうとやはりハートスロープのスタックが溜まって非常に強力なダメージになりますからねさあ早速<こ>アフターバーンからさあここはもう逃げ切れないファーストブラッドを獲得していくのはエースゲーミングやはり来ましたね一発目からうんしっかり一瞬でブーツからのアフターバーンと いうところであの速さはいくらなんでもちょっと反応するのは難しいかなっていうようなタイミングでしたねうんちょっと前傾になったところ一瞬で捕まえてきましたそしてこの南が上に映っているのを見てからのこの動きは秀逸ですよねいやーこれは悠々と、まあ、相手の位置が分かっているので余裕で相手のジャングルを奪うことができる、うん、この4分までのあとにむ,<だ>むしろししない当たるような 当たるそうですねリコールするかなと思ったんですけどさあ逆に南にこれはジャングルに入られてしまうことを警戒しているのかと思いますがさあどうだあとフェイントハー取れるかいやここはしっかり南借り切りましたさあ氷を使っているがしかしかなりのダメージさらに壁抜けで南をキャッチしてここはジャングルを奪わせませんしっかり相手のそのジャングルの中の嗅覚が働いてますよね相手が裏にいっているんじゃないかまあもちろんねトライブシュを 見ていたので下に、えー、そのまま相手が奥に来るっていうのは見えていたというのもありますがしっかりそこで、えー、相手をとがめ切るを取りしかもまたしても真ん中のトレントを奪うことに成功しているのでいやーこれ1キルだけで生まれたものですからねいや,ーいやーあの場所であそこタレット前というところでしたがよく捕まえるスコッサまたしても1試合目ランスがグレイブに変わって だけのよようにに見えますすねそしてバッティスがブラザーに変わったんですけどんいやアグレッシブな動きというのが非常に秀逸エースゲーミングこの2.7パッチは不死身なのかというようなところですねいや,やっていることは完全に1試合目のランスと同じですけど単体を捕まえるということに限って言えばグレイブの方が性能高いですよねワンキャッチだけで考えればですけどそうですねランスなんかだといろいろリスクがあるんですけどグレーブだとね ま,あ一回決まってしままえば確実に落とととせるというところですねまたうまく相手の背後にさえ回り込んでしまえば対象指定で吹き飛ばしてスタンスすることができるというのがやっぱり一番大きいかなと思いますね、うん、一つは方向指定で場所を指定して狙わないといけないんですけどボックスキャッチする上であればやはりグレーブの方がやりやりすすすいででよよねねそうなんランサートね一つの予測の範囲を見てからソニックズームで避けるなんてこともできるんですけどアフターバーのスピードだとちょっとそれは無理なの避けるというのはちょっと難しいことだと思います ものでさあおっとミストで入っているがさあスーパーセルに対してもちをかけているい<や>クリエーションは一人でオメガに対してこのダメージザーさあそして石井さぞ当たってしまったそしてアクターバン完璧かこのチームはいやちょっとなんという強さいや1試合目以上に早くタレットがみるみるうんもうすごい勢いで下りてきますねいや5分40秒台ですからねこれ いやー1回のキルでどんどん圧力をかけていってまあリードを作った後に相手を消極的にさせてまあさらにリードを作るというまあかなりやり方がどぎついですね S ゲーミング。いや本当その通りだと思いますねもう徹底者相手の,そのまずいプレイにしっかりおとがめをして有利をずっと取っているので。 いやもうワンミスも許してくれないようなチームですよね、まあ、一瞬でもレーン上ミスがあったらそうですね拾われるのでそです、ね、そミスとも言いづらい立ち位置を取っているんですけれどもす、ね、むしろミスじゃないところをついてあこれはどうだメイクプレーしてくるのでいやこれも怖いぞさあ窓結界反応しているがしかしあここは下がりきれないかオメガ,オメガさあここはまたそしてそして南に当てている またしてもキャリー2人がやられてしまいますしいそしてスーパーセルにかなりのダメージ一視察のフォローも入っていいさあまさか集団戦を起こす前に3000のエースを獲得していったのはエースゲーミングということになります,す,すなんという圧力のかけ方でしょうかかなり GG ニュータイプセカンド的には苦しいサールタレットまで7分ですよ7分でサルタレットを追っていきましたねエースゲーミング そして攻め手をやすやーすごいダメージが南やめません攻めるのそしてアクタバン上に飛ばしてしまうがさあフロントラインをスコッが張っているのでアクエル最大のダメージを最小限に抑えているそして傍客が苦しめブロックさあオメガに対して大きなダメージクリエーションが殴れないさあここでさらに1キロ獲得そしてこの体力ですがクリスタルセントリーをやるいや火力が高すぎて いやこれは2グでも見せなかったようないやーそして南をつかむームしているところおっとしかしなんとかライラが止めました、ね、スーパーセルがなんとかこれは出すぎでクレーンを通してきているそして貫通もあるのでタサがあまり前に出れないがいや オンポイントをもらっただけ<っ>さあこれによって完璧に今狙ってましたよね<や>オンポイントの範囲に入ってくるのを欲張って前に出るのを完全に狙ってましたね7レベルなのでそこまで範囲が広くないんですけれどもしっかり間合いを確かめて1回オンポイント刺したところをしっかりと落としていきましたね いや、ようやく1キル取れたのでお金さやっぱり今のベイングローリーかなりキルのお金がおいしいのでキルを取り返すことでお金さを縮められるんですけどまあしかし獲得したのはスーパーセールですからねまあっていうのとたった1キルにしては大きすぎる代償を払いましたよねタレットは3本目まで折れセントリーは倒されなおかつエースも取られてようやく1キル返しているので、えー、ちょっとその1キル返すにかかった こ、あの代、ー、償が大きすぎるというか、ちょっと返せないそうですね、かなりの大きな差になったんじゃないでしょうか、いやちょっとさっきの試合、10分超えで 10K だったんですけど。 まあ10分まだ達していませんが10分なる頃には 10k なってそうですねいやー、このエースゲーミング、まあ、オフラインだと本来は実力が落ちるという話ですけれども、むしろ上がってるんじゃないかというようなところですよねスプリングシーズンもそうでしたよね、普段勝ててないデトネーションにも3位決定戦勝ったし、すごくいいプレーが多かっただけに、やっぱりちょっとオフラインの方が。 いい動きができてるんじゃないかと思わせるようなプレーが続いていますしこれでセントリーはあと1回お金さ休 k ついてますねいやまもなく 10k になるかというようなところさあそして石井さんは南にヒットしっかり当たっている少し差は後ろからサッカー慢<あ>そして手前に<と>さしかし何とか帝国の紋章で耐えています泉も残ってるので さあこれは逃げ切れそうですねなんとか仕切り直して次の集団戦に再生の泉を取っておくことはできそうですねさあそしてオメガブレーキングポイントタイランス・タイランスのビルドを選んできましたねポイズンナイフだとちょっと厳しいという判断でしょうかそうですねバーブルニードルまで買ったんですけど判断としては タイナンツのビルドにしないとちょっと無理とうん殴るのもちょっとよいでないというものを悟りましたかねそうですねちょっと殴ってカイティングカイティング下がり打ちっていう引き打ちとていうのはちょっと無理だと思うので、ええ、一瞬で触ったらワンバースで落とすくらいの勢いじゃないとちょっときついかなとは思いますねなのでいいあのビルド選択かなと思いますさあ10分が経過しておりますが現在お金差は 9.45k といったところでしょうかもう間もなく1 0 1 0 k を迎えるというところなのでまあ、先ほどの試合展開とほぼ同じになり1試合目とほぼ同じになりましたね10分過ぎで1 0 k やはりこの少しサに対するまあ、攻め手というものに対してしっかり対処できないと苦しいですよねちょっとそうですいやオンポイントダメージが<や>とんでもないです パー60%、50%くらい削れましたね、一撃でいやー、GG ジジュータルセカンド、出れる場所がほぼないか、さあ、オンポイントでこのダメージです、まあなんとか帝国の紋章のおかげでっていう感じなんですいや、しかし、おっと、ツーショットル上ですね、いや、っのグリーマーとオンポイントだけですか、今のですね、700ぐらい出ましたがそしてオメガに、さあ、またしても、さあ、これはなんというダメージ もう試合にならないないんという火力なんだいやーこれ終わりますか終わりますね。いやインこれはちょっといや山野目さんの表現が正しいと思いますね。ょっとこれは GG ニュータイムセカンドに先ほどのまあ集団戦といっては何ですかあれに対してアドバイスのかけようがないと言いますかいやちょっとこれに対してここまで差がついてしまったらちょっともう無理ですかねいやーこっ 聞ける言葉がない,いや